十四秒ですね、はい。あれだ、それが映るやつ、左側で映るんで。ああ、なるほど。しゃべくり松代始まるよ。はい、こんばんは。2月18日午後7時になりました。第121回のしゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけどね、もう朝から雪ですごかったですよね。すごかったね。もうね、今日なんかね、朝ね、雪ね、うちで帰って、それから職場に行ってね、なんかね、もう10回ぐらい雪かけましたね。もう体中痛いですね。もういや、もう今日は疲れましたね。なんか今は雨になったみたいですね。あ、そうですか。なんか雨になって今、ちょっとね、見ていただいたら雨みたいなんで、これね、雪も私も2回今日雪かきしてきましたよ。あ、そうです。私のも多いですね。はい、私ハッカー多いですから、はい。ということで、それでくだらない話してますね。はい。ということでですね、今日はですね、前というか前の長野市議会議員の、内山邦夫さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで内山さん、議員さんでね、はい、28年経ったということなんですけども、その間もう本当に我々ね、松代のためにね、本当に誠心誠意尽くしていただきまして、本当にあの頭がさに、いや、こちらこそお世話になりました。ところでね、議員さん辞められてもなんか課題をなんかたくさん持ってまだ頑張ってるみたいじゃないですか。頑張ってるんですか、まだ。私28年議員やらせてもらいましてね、まあ、この間、道路とか水路とか、はい、下水とか文化財とか、まあ、インフラ整備も含めて、だいぶ整備が進んでまいりました。しかし私はね、まだまだ真っ白には課題がたくさんあるんかなと、はい、大きな課題があるんでね、今日は5つほど今後の課題についてお話をしたいと思っております。5つもあるんですか。はい。まず1つ、じゃあまず今日 お話をする項目、まず5点ほど、はい、お話したいと思いますが、まず1点目はね、次世代路面電車 LRT は何で必要かと。項目だけ先言いますか。あ、そうです、はい、分かりました。2点目は、はい、真田本物館建て替えと、はい、これも建て替えなきゃならないと、うん、はい、3点目はね、増山地下壕の近代遺跡の指定と、はい、まっすぐの街づくりという関係について、はい、うん、はい、そのスタートは何かということですね、はい、3つ目はまっすぐ温泉、はい、について、はい、まっすぐの観光と生かしたいと、はい、最後5点目が、はい、歴史的道筋整備事業が終わりまして、にぎわいのある町づくりとの関係について、以上5点についてお話をしたいと思います。じゃあまず LRT からですね。はい。時間もありませんので、はい、簡単にお話ししますけども、そうですね。マイカー中心にした車社会がずっと続いてまいりました結果、はい、中心市街地が衰退いたしました。うん、交通弱者も増えました。現在長野市で、通勤通学買い物の移動手段のマイカーの割合が 65%、うん、公共交通は高々 6% しか乗らないと。 6%、はい、あら、それっぽくじゃないですか。この結果、中心市街地が衰退し、なるほど、ね、交通弱者が、うん、増え、ますますこれから高齢化が進みますからね、うん、そういうことでそのマイカーから公共交通に乗り換えることが、うん、これからの街づくりにとって、うん、どうしてもやらなきゃならない課題じゃないかと、こんなふうに思っておりまして、実は、もう先進市ではね、例えば、日本では富山市とか、宇都宮、静岡、はい、広島などでは LRT の
を入れた公共交通のまちづくりを進めておりますし、海外でもドイツのフライブルクとか、フランスのストラスブールでは、実際にエルラルテを走らせて中心市街地が賑わってきてるんですよ。ただ長野市の場合にはね、今までずっとこのバス主体の取り組みはしていましたけども、鉄路と路面電車とバスを含めた公共交通をテーマにした長期計画がまだ作ってないんですよ。ぜひこれを作れるように、真っ白の十字教の皆さんとも一緒になって。十字教というのは住民自治協議会、松代住民自治協議会の皆さん方が頑張ってますけども、そんなことで取り組みをしていきたいなと、はい、すいません。はい、じゃあ2つ目、2つ目は真田宝物館の建て替えの件なんですが、実はね、真田宝物館というのは昭和44年にオープンしたんですよ。旧館が実は昭和38年建設の松代高校の校舎を改造をしたということです。新館でもね、昭和52年に建設されましたけども、博物館法にのっとった建て方をしてないと。したがって温度湿度の空調をね、それから照明、それからね、展示物はね、本来ならその外壁に接してない方法で展示しなきゃいけないのが、外壁に接した展示方をしていると。で、外と温度とで、すぐに結露起きちゃうからね。だからこういうことなどでね、もちろん老朽化もしてるし、中も物を展示しておくにふさわしくない建物だから、そのために長野市ではね、平成9年10年で、建て替えを前提に1500万の調査費を塚田当時市長さんにつけていただきまして、真っ白の文化財なり、史跡、文化、いろんなものを全部調査しましたら、531点もの文化財などがあるということなんで、これを踏まえてね、これからの21世紀の真田宝物館のあり方を松代で政策作りをして行政に提言すべきじゃないかと、こんなふうに思ってます。そうですか。それから3つ目は道山地下壕ですか。道山地下壕の関係についてはね、今でもずっと取り組んでこられた方々には敬意を表するんですけども、私はね、道山地下壕の保存展示の公開の前に、本当に昭和19年11月から9ヶ月間かかって道山地下壕大本営、工事やりましたけども、実際にそのやった工事の内容なり、そこに住んでいる方々の状況などは一切分かってない、記録がないんですよ。で、実は数年前に西条地区の90人の行き証人の方々の聞き取り調査をした結果の本がね、今本屋さんにも出てますけども、松代で何が起こったかと、こういう本が出てるわけです。私も、ね、読みましたよ。そうですか。読みやすいですよね、非常に。専門の先生にお聞きしたらね、その歴史の記録を一番この進めるに大事な点は、その現場にいた関係者の聞き取り調査、これをオーラルヒストリーっていうんですけども、このオーラルヒストリーがこの真っ白で何が起こったかって本にはほぼ言い尽くされていると。できたらこの本を読む勉強会したらどうかと、こんなふうに思ってます。いいですね。ぜひ主催していただいて、やってください。はい、で、これがですか、次にこれ写真、地下壕の写真ですか。ちょっとこれね、見ていただいて、映りますかね。飛んじゃうかな。立たない。どうですか、映りますか。かしがってますか。はい、これが道山地下壕の写真ですかね。年間今10万人以上来ておりますけどね、これはこれからも続けてもらうのは結構なんですけども、まず松代の皆さんが町づくりとして、造山地下壕をどうやって生かしていくかということ、その前に先ほど申し上げましたように勉強会をするべきだと思ってます。ね、時間なくて申し訳ないですけど、これが今度はですか、松代温泉。松代温泉、これも一番基本的なことなんですけども、松代温泉がよその温泉に比べて何が違うかと、一番大きな特徴はね、まずこの
難しい言葉で言いますけど、溶存物質が多いと。要するに溶存物質、温泉のね、1キログラムの温泉の中にどのくらい温泉成分が溶けてるかということで、そのマッスル温泉と星田温泉とかけ湯ね、あの上田の比較をいたしましたらね、かけ、マッスル温泉はかけ湯の30倍濃度が、30倍怖い、3倍じゃなくて30倍、30倍、星田温泉はマッスル温泉の10分の1です。だから星田温泉の10倍です、マッスル温泉は。だからいかにその1キログラムの温泉の中に溶けてる成分が多いか怖いか、これがまず一つの濃いね濃いね、濃いね、はい、特徴が、うん、それは PR しなきゃいけないですよね。それからね、あと今度ね、成分ね、どういうものが溶けてるかっていうのでね、実はね、温泉学者が、はい、調べたんですよ、そうしたらね、まずこのマッスル温泉の含有成分は、塩分、鉄分、炭酸ガス、はいはい、これがダントツ多いと。それからもう一つ特徴は、ヨードが含まれていると。あの日本の温泉でヨードが含まれている温泉というのは全国に 2,3 軒しかないです。外国にはたくさんありますけどね、このヨードの特徴はね、殺菌効果、うん、だから傷の修復、はい、血圧を下げる、血管を開いて血圧を下げる、あ、なるほどなるほど、それから、術後の手術した後のリハビリ、はい、運動機能障害が、はい、ヨードの特徴なんですよ。いいことばっかりだね。したがって質と量がその温泉に比べてダントツなんですよ。これを生かして、たまたま今あのマッスルの老人と行くようにと、保健保養訓練センターが建て替え時期に来ておりますので、うん、この温泉を生かして、例えば温泉病院とか湯治施設、湯治いいですね、これを含めてね、うん、あのマッスルで提言して、うん、マッスルの活性化に生かしたいと、こんなふうに思ってます。湯治してその皆さんね、マッスルに暮らしてくればいいですね、またね。でその、あの温泉に入った後、マッスル観光をしたらどうですか。いいですね、ぜひもあらやってくださいよ、ぜひみんなで一緒にやりましょう。あ、私も、はい、そうです、分かりました、はい、すいません、時間もそろそろなくなってきちゃったけど、最後のあの出来道ですか、出来道についてはじゃ時間がありませんので、簡単に申し上げますけども、はい、あの出来道事業が、今年で終わります。うん、出来道事業というのは普通の道路に比べて質が高いと、質が高い道路にして、市の方でやってもらったんで、それは観光客なり市民がその歴道を散策したり観光したりする道にふさわしい道路にしてもらったと。たまたまその歴道沿いには、山寺定山邸とか、もちろんこのお城とか文部学校は山寺定山邸、樋口邸、それから金箱邸、横田邸とありますんでね、出来道沿いに散策を、出来道沿いを散策しながら、観光してもらおうというためのこの出来道が完成したんで、ただその時に大事なのは、例えば山田の定山邸なり金箱邸がにそのお客さんが行きたくなる中身を、例えば食べ物とかお土産とかイベントとか、その魅力のあるものをそこで催すことが大事かなと。金箱邸にお客が来れば商店街にお客が来るんじゃないですか、近いから、ね、こんなふうに思ってます。あの去年でしたかね、あのワークショップでね、金箱邸の使い道なんてのを話しましたね、いろいろとね、皆さんいろんな意見出たみたいですね、考えてますね、皆さん市でもね、だいぶ考えてるみたいな、そうですね、これはもう真っ白の人がね、そのやらないとね、これもうここからは市の方ではできません。あ、なるほど。真っ白の人たちが、魅力のある中身にしてもらおうということだと思います。それで、ここ町歩きセンターなんですけども、ここも入ってるんですか、ここは入ってないんですか。ここはね、ルートとすれば、金箱邸から町歩きセンターへ来て、大沢さんに行くと、鏡山町を通って大沢さんに行って彫刻寺に行くということなんでね。そうすると金箱邸そちらにありますから、この前を通って大沢さん通って、それであの彫刻寺へ行くと、ルートに入ってるんですね。だからお城からぐるっと回って彫刻寺へ来て、またお城へ帰ってくると、このルートが歩き道になってるんで、わかりました。早くしろって言ってますんでね。
それではもう時間もなくて申し訳ないんですけども、うん、ジョーさんね、最後にですね、うん、その松代の皆さんにですね、全国の皆さんにこれだけは絶対言っておきたいっていうのは何かありますか。ちょっとそれ前にね、はい、実は県道長野真田バイパス道路が、設計図面ができてきましたけども、自転車道が入ると、関山の上に乗る、はい、真田バイパスに、歩道と車道の間に自転車道が入ると。そうですね。でそれが、その八代線の跡地の自転車道に結びつくということで、ほぼまとまって、決まってまいりましたので。それ決まったんですね。ほぼ決まってまいりましたので、皆さんにご報告したいと思ってますが、最後にね、私28年議員やらせてもらったんで、いろいろノウハウ、いろいろ勉強させてもらいました。これからのこの街づくりの中で私のノウハウが生かされるところがあれば、微力ではありますけども、引き続きこのノウハウを生かしながら活動をしてまいりたいと思っておりますので、どうぞお引き回しをお願い申し上げます。報酬の面前では話せないですけど、なんか裏でなんかいろいろあるらしいじゃないですか。そこら辺も含めてケースバイケースでその時にお話をしたいと思います。よろしくお願いします。だいぶ時間も過ぎちゃって申し訳ないです。とんでもないです。すいません。今日はこれで終わりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、また出てまいりました。はい、お願いします。来週の予告なんですけど、三田さん、はい、来週はどなたですか。来週はね、はい、今度は来月から始まりますね、真っ白でひな祭り。あ、そうだね、はい、はい、その色のね、ひな祭りに実行委員会の皆さんにちょっと出ていただいて、どんな内容かっていうのをちょっとお聞きしようかなっていう形ですね。11巻になるんですか、ひな祭りも。あ、そうですね、はい。今年はね、なんか真田邸で、古いおひな様を展示するって特別そういうね、メインとして、はい、そういうのをやるということでね。でそのあと細かな話はちょっとそこで聞いて。あ、そこで、はい、そういうことですね。パーソナリティはマガリさん。はい、そうですね、はい、わかりました。まあ、一応こういういろんなイベントがございますんでね、はい、またそういった中で、はい、またこちらの方に聞ければいいと思いますね。わかりました、はい、じゃあそれでは来週のしゃべくり祭の、はい、お楽しみに。よろしくお願いします。スシロはあなたの街。しゃべくり松代、また見てね。